はい、皆さんこんにちは。キックスラップクルーのシントリオです。本日はですね、キックスラップの YouTube チャンネルの編集を担当してくださってるリオちゃんに来ていただきました。初めまして。ありがとうございます。お願いします。はい。ちなみに今日は何で来てるんですか？今日は持ち込み企画を持ってきました。お !2019 年の1月に一番最初に撮影して、そこからもう1年経つじゃないですか。今2020年の1月です。経ちます。経って、で最初にもう撮影してて見てて、で編集法もこの1年ずっとやって、なんとなく商品知識は結構私の中では蓄積されていってるんですけど。そうですね。そう、はい、でもウィメンズがないんですよ。なるほど。そう、メンズモデル ML とかも出てるけど、シューガードもエアインソーに入んなくて、はい、使ったこともないしな、使用感をちょっと私も感じてみたい。なるほど。そう、勉強してみたいなと思って。使ってみたいと。そう、使ってみたいの。はい、多分できるとは思うんですよ。サイズも一応ね、シューガードもエアインソールも M と L ってあるので、まあ、その中でも小さい方の M サイズを、まあ、微調節していけばできるかなとは思うんですけど、まあ、でも言ってもだって今日何もね、何もないけど何にするの？商品？うん、何でもいい。何でもいい。何でもいい。今あるもの。じゃあこの前のアトモス TV さんとコラボをさせていただいたんですけど、その時にシューガードやらせてもらったんですよ。ね、編集した。うん、だよね。ありがとう。そんな知ってるもんね。知ってる。そう。で、なんでじゃあ今日はエアインソールやってみましょうか。お願いします。めっちゃでかくないでもエアインソールっていける？何のスニーカーに今日入れる？あ、そう、スニーカーを、そう、使ってみたいって言って、うん、商品を。そう、それがないと入れられないしね。うちらのボスがいるでしょ。はいはい。そう、ボスに、で使いたいんだけどって言ったら、あ、じゃあそれ用のスニーカー送るよって言って今日送ってもらったの。さすがです。そう、ボスありがとう。ありがとうございます。スニーカー来た。来た。ちょっと待って。準備いいこと。じゃん。じゃん。お、まだ開けてない。この、よく見たことのあるこれを。これ誰？いや、ジョーダン、ジョーダンさん。マイケル・ジョーダン。マイケル・ジョーダンね。違う、はい、ジョーダン。そう、これで。最近ね、ウィメンズモデルのスニーカーっていっぱい出てきてますし、ね、スニーカー好きな女子もどんどん増えてきてるので。はい、じゃあ本日のスニーカーはこちら、エア・ジョーダン1ジェスター。わかんない、もう一回やって。これやる。これやろ。じゃあそれやってて俺言えばいいでしょ。うん、よし、フェイクス。本日のスニーカーはこちら、はい、エアジョーダン1ジェスター20ですね。ローのレースドというモデルになります。本日はこちらにですね、エアインソール入れていきたいと思います。お願いします。はい、やった、使える。じゃあまずインソール見てみましょうか。ね、中どうなってるのか。普通の、まあ、エアジョーダン1のデフォルトのインソールな感じですね。この青いウレタンな感じとか、皆さんもご存知の方ね、結構薄めで柔らかいです、はい、これに合わせてじゃあエアインソールを切り取っていきたいと思います。こんなに違うけど大丈夫？だいぶ大きさ違いますね、これ変わるくらいじゃん。ちょっといい。実際ね、比べてみるとこれぐらい、こんだけ違います。こんだけ縦で差があるこんだけね、差があるんで、まあちょっと頑張ってね、まあ、微調節しながら切っていきたいなと思います。お願いします。はい、了解です。じゃあまずこれの切り方というか、まず合わせ方から。デフォルトのインソールを裏面に重ねていただいて、まあ、ちょっと軽くね、トントンと合わせてもらいます。で、この時にこう両サイドが少し余るくらい、これだと偏ってますよね。偏ってるね。これも偏ってますよね。偏ってる。じゃなくて、ちょうどエアインソールの中央に来るようにしてください。ではここから大きくまずは切っていきます。対象のサイズだったらガイドラインがついてるので、ガイドラインに合わせて切ればいいんですけれど、今回ウィメンズモデルになるので少しずつまずは切っていきたいと思います。初めはね、だいたい大まかに切っちゃいます。めっち
ちゃ綺麗。そうだね、やっぱり元がねメンズモデルだから相当大きさに違いはありますよね。あ、でもここからね合わせていきましょう。だいたい今そうですね5ミリとかそれぐらい大きめに、うん、少し大きめに切っていきます。こんな感じですね。でここから、シューズの中に入れていって少しずつ切っていきます。はい、ではエアインソール入れていきたいと思うんですけれど、ここで入れた時にさっきねデフォルトのインソールよりも大きめに切ったんですけど、ここで大きいと中でこのエアインソールがたわむと思うので、それがたわまなくなるぐらいまで微調節しながら切っていきたいと思います。うん、まだ入らないですね。これ今つま先についてるんですけど、これだけ入ってないのでまたここから微調節をしていきます。こう薄くというか細く、これだけ切ればいい。そう、とりあえず当たってるのは結局この上とか、まあね、この指周りになってくるんで、ここを切るようにしてあげてください。はい、じゃあ入れます。はい、入れ終わりました。今ですね、僕シューレースをねこのままやったんですけど、もしね入れづらいなって思う方はシューレース緩めてもらうか抜いてもらってもいいかもしれません。人によってはちょっと入れづらいなと思う方いると思うので、はい、では履いてみましょうか。お願いします。はい、外に行きたいと思います。はい、では外にやってまいりましたが、雨降ってる。そうだね、ちょっと早めに終わらそう。はい、はい、どう、今まだ歩いてないけど履いた感じはどうでしょう。履いた感じは履きにくくない。うん、履きいい。さっきカットした時、エアインソールの、うん、の上の部分をこう縦に切ってるだけだったから横とか削ってなかったから、うんうん、この何圧迫とかあるかなと思ったけど、うん、そんなに圧迫されることなく、あとなんかカップインソールだから、うん、かかとがちょっと多分厚いんだよね。そうだね、さっきのもともと入ってたのちょっとペラかったけど、かかとが漏れる。確かに身長が漏れる。インヒール的な感じでね。まあ、強いて言うならそこ若干この送り出してくれる感じはある気がする。あ、足が前に歩いてるね。ヒラ、うん、のさっきの元々のやつ試し履きしたくらいだから、すごい劇的に違うとかわかんないけど、うん、なんとなく歩きやすい感じはします、はい、なるほど、うん、じゃあここがね坂道になってるんで、はい、坂を登って帰ってきてもらえますか。行ってらっしゃい。はい、普通おかえり、めっちゃいいとかじゃなくて普通に違和感なく履ける。寒いじゃん今、うん、夏場とか蒸れやすい時期が本当は効果発揮するんだよね。うん、そうだね、通気性がやっぱすごくいいから、まあ、今後履いてって多分違いが分かってくんだろうなっていうのは、うん、夏場にねお手並み拝見だね。とりあえずちょっと今後これ履いてみてお勉強します。はい、ではお部屋に戻ってきました。今回しんくんが切ってくれたこのエアインソールを他のスニーカー、例えばバンズとかいつも履いてるコンバースとかに入れたい時はこれは抜いてそのまま使えるってこと？ね、実はそれちょっとあまりおすすめできなくって。違う。そうなの、靴ってそれぞれのモデルでインソールの形とかもちろんアッパーの形とかも結構違うので、できればその靴の元から入ってるインソールにちゃんと形合わせてもらって切ってもらうのが一番間違いないし、うん、そう、その靴に一番フィットするエアインソールが作れると思うので、 そっちがおすすめですね。ちょっとめんどくさいからシンクにお願いするわ、うん、マジ一回やってそう、うん、ダメだったらお願いするかも。とりあえずやってみてそれでダメだったらまあやるわ。でも簡単そうだったもんねそうだよ、本当ね。だって切るだけだもん。今回横切らなかったしね。そうそう。そうだよね。縦の部分だけ切ってるんで、そんな難しくないです。やってみます。お願いします。ということで。はい、はい。ということで、本日はですね、動画編集担当のりょうちゃんに来ていただきました。はい、本日の動画が良かったと思う方は、チャンネル登録と高評価ボタンのポチ、そしてお邪魔じゃなければベルマークの通知登録もよろしくお願いいたします。お願いします。はい、それではまた次の動画でお会いしましょう。キックスラップクルーのシンとリアでした。はい、バイバーイ。
今何時？今2時。2時か。2時4分。まだ時間あるね。うん。お腹すいた。早いよね。うん。もうちょい取らない？取る？取ろう。いいよ。週5だったらじゃあ。やる？取るかじゃあ。